10月4日、南伊勢町や志摩市や鳥羽市で構成する鳥羽市政広域連合が使用済みのペットボトルを再びペットボトルにする水平リサイクル、ボトルトゥーボトルに取り組むため、サントリーグループと協定を結びました。この日は志摩市役所で締結式があり、上村久人町長をはじめ、鳥羽市政広域連合庁の橋爪正義志摩市長や中村金一郎鳥羽市長ら関係者が出席しました。この協定によりボトルトゥーボトル水平リサイクルについてサントリーグループが学校への出張授業やポスター掲示などの啓発活動を行い、回収したペットボトルをすべて再生する流れを見える化していきます。この取り組みには住民の皆さんの協力が必要不可欠です。ペットボトルのラベルを剥がし、ボトルの中を水ですすぎ、資源として市長の排出ルールに基づいて出してください。鳥羽市政広域連合は水平リサイクルを厚生市長の住民の皆さんに理解してもらうことでリサイクル意識の向上を図り、2050年カーボンニュートラルを実現する取り組みを進めていきます。今回このボトルトゥボトルの取り組みについてもですね、やはり水平展開をしていってですね、うまくこうペットボトルはペットボトルで活用していくという部分で、しっかりとこの取り組みも加速をさせていくべきことが我々の目的であるカーボンニュートラル実現に向けて非常に加速する取り組みであるというふうに感じております。鳥羽市政広域連合様および関係市長の皆様と連携して、次世代の地域住民の皆様の育成に向けて環境事業実施など啓発活動の取り組みも進めてまいります。今回の協定を機に鳥羽市政広域連合様と関係市長の皆様との連携をさらに深め、地域の皆様と一緒になって持続可能な循環型社会の実現に向けて努力を続けてまいりたい。